回は横浜ランドマークタワー内にある横浜ロイヤルパークホテルに泊まってきました。やっぱり高級なホテルは違いますね。もうクリスマスモードですごい綺麗でした。今回はボタンの高さがちょっと押すのギリギリでしたね。54階に泊まるということで、これちょっと早送りしているんですが、まだ着きません。もう耳がキーンとなるくらい大変でした。やっと着きましたね。カーペット調の床でしたが、そこまで、漕ぎづらいっていう感じはなかったですね。柔らかさは感じましたが、普通に漕げました。実際に泊まった部屋はこちらなんですが、初めは違う部屋を予約していて、こちらレギュラーフロアコーナーツインルーム町側、一泊2万900円です。本来は初めこちらを予約していたんですが、問題があって、このお風呂に行くまでに段差があったんですね。スロープがあるかを聞いたんですが、スロープはちょっと準備できないということで、部屋を交換してもらいました。お風呂がとても綺麗だったので入りたかったんですが、残念です。町側ということで、景色はこんな感じで横浜の街を一望できるようになっています。で、実際に泊まった部屋がこちらですね。レギュラーフロアのデラックスツインの海側になります。値段は同じ1泊2万900円です。こちらは段差もなく、過ごしやすい場所でした。バリアフリーではないので、トイレに手すりはありません。海側ということで、景色もこんな感じで横浜を一望できます。やはりホテルというのは安い方がとてもいいんですが、でも安いだけじゃなく、たまにはこういういいホテルにも泊まってゆっくり過ごしたいなと思っています。ぜひいいね、チャンネル登録をよろしくお願いします。